ベルリンスポーツ宮殿は、かつて、ドイツ・ベルリンに存在した多目的祭事会場である。1万人以上を収容し、シェーネベルク地区のポツダム通り172番地にあった。1910年に完成し、1973年11月13日に取り壊された。ベルリンスポーツ宮殿の名は、現在も特にスポーツ宮殿演説で人々に知られている。 これは1943年にナチスドイツの宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスが国民に総力戦を呼びかけたものである。国際スポーツ宮殿及び冬季自転車競技場有限会社は1909年に土地を購入し、建築家ヘルマン・デルンブルクに建築を依頼した。1910年11月の開業時に人々の樹木を集めたのは当時としては、 世界最大のスケートリンクであった。アイスホッケーやスピードスケートといったスポーツ競技がベルリンで大観衆を集め、初めて工業的に大成功を収めるようになったのもスポーツ宮殿の貢献である。スポーツ宮殿のコケラ落としは作曲家リハルト・シュトラウス式のベートーベンの第9であった。文芸欄を賑わせたことだが、 壇上に向かう途中で不運に見舞われることがよくあった。講演者が表面の中央に設けられた沿岸へと伸びる絨毯時期の通路を外れ、転倒してしまったのである。採事内容や座席配置に応じ最大1万人が収容可能で長きにわたり、ベルリン最大の採事会場であった。ドイツ国大統領候補、ビルヘルム・マルクス、スピードと DDP の共同選挙集会。 1925年4月ボクシング試合でのマックス・シュメリング。1928年当初は工業的な成功に恵まれず、開業はわずか数ヶ月で、倒産の浮き目にあったが、後に講演者からの支援を受け聞きを救われた。快楽を追い求める黄金の20年代にあって、スポーツ宮殿は一大ブームを巻き起こした。それはボクシング試合である。 特に、ハンス・ブライテンシュトレーター、ザブリ・マヒール、マックス・シメリングが有名である。よく試合に足を運んだ著名人に、エンリコ・カルーソー、リヒャルト・ターバー、ハンス・アルバース、フリッツ・コルトナー、ベルトルト・ブレヒトがいた。1923年には、世界初の屋内馬術競技大会を開催した。屋内での馬術競技というスポーツ祭事は、 今日でもなお多くの人々の関心を引いている。馬術競技だけではなく、六刀立て馬車といった、馬車競技も行われた。第27回ベルリン6日間レースのスタート、1932年、この他の大祭事として、年1回開催される自転車競技祭事、ベルリン6日間レースが挙げられる。1911年に始まり、今日も、ベルリンの伝統となっている。出場者には、 ヒートファイ・ケンペミア、ハンス・カルー・バラがいた。こうした年に一度の自転車競技大会では、屋根裏の安い席に陣取る名物男ラインホルト、ハービッシュの温度に合わせ、観衆が一緒になって、スポーツ宮殿ワルツに口笛を吹くのが、ベルリンの習わしであった。名士らは、邸宅や毛皮のコートといった商品を提供し、地上階に設けた、仕切り席で、食事や酒の艦隊を受けた。 トラック内側の席は立ち席のみであった。映画館としても利用され、1919年には世界最大の映画館として宣伝された。スポーツ宮殿におけるナチ党の選挙集会、1930年、バイマル共和制が始まると、スポーツ宮殿は主要政党の党大会会場に貸し出されることが増えていった。特に有名な弁士には、後に、 ドイツ国首相となるハインリヒブリューニング、労働者の指導者、エルンスト・テールマン、後の宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスがいた。ナチ党の支部は1926年から1928年まで、スポーツ宮殿から相当遠くないポツダム通り97番地にあった。事務所は1階にあり、アヘンクスと呼ばれていた。ベルリンでのナチ党禁止が1928年9月に解けると、 スポーツ宮殿で行われるナチ党集会はその数を増していった。アドルフ・ヒトラーは数年にわたり様々な州で演説禁止処分が下されていたが、プロイセン自由州がこれを解除した後の1928年11月16日にベルリンスポーツ宮殿で演説した。ゲッペルスは早くからスポーツ宮殿にプロパガンダ面で潜在力があることを見抜き、 この場を我々の会場を投票した。しかしナチ党の政敵もまたスポーツ宮殿を使用していた。政権掌握の後もドイツ共産党は1933年2月23日に翌月の国会選挙を控え大集会を開催し、主弁氏は後に東ドイツの初代大統領となるビルヘルム・ピークであった。この選挙で勝利を収めたヒトラー政権は野党を禁止し、こうして スポーツ宮殿を独占できるようになった。また、スポーツ祭事にはほとんど使用されなくなった。1933年11月13日に、ナチスに迎合するキリスト教団体、ドイツキリスト社の大ベルリン代表であったラインフォルト、クラウゼが、約2万人の聴衆を前に演説した。そこでは、ドイツ的キリスト教なる、露骨に、ハンセム的、 復興異教的イデオロギーを懸念し、ドイツ的キリスト教は、ユダヤ的昆布を取り除くべきと主張した。演説はラジオで中継されたが、その後数週間にわたって、ドイツキリスト社からは脱会者が相次ぐ結果となった。ヨーゼフ・ゲッペルスによるスポーツ宮殿演説、1943年政治関連の最重要な出来事に、1943年2月18日に、 ゲッペルスが行ったスポーツ宮殿演説がある。スターリングラードでの敗北を経った国民に総力戦を誓って支持するよう求めるものであった。ヒトラーが千年王国の9周年を記念し、行った演説では、ナチ党の機関士、フェルキッシャーベオバハター紙が報じるように会場にスポーツ宮殿を選んだのは、この場所が闘争特難、そして最後の勝利と同義であるため、とした。 この演説のちょうど2年後、またなち等の権力掌握11年周年のまさにその日、1944年1月30日にスポーツ宮殿に爆弾が落ちた。瓦礫は大戦中に焼け跡から取り除かれた。なお、ドイツ週刊ニュースの映像が示すように、1944年から1945年にかけての冬には、 屋根がない状態でフィギュアスケートの演技が行われた。ポツダム通りのほとんどの家屋がまだ繊細から手つかずのうちに早くもスポーツ宮殿は再建されたが、被災前に比べ大幅に簡素な作りとなった。1949年には当座の屋根が架けられたが、1973年に取り壊されるまでそのままであった。広いホワイエは再建されなかった。 その後、スポーツ宮殿は主にコンサート会場として利用された。例えばピンクフロイド、ビーチボーイズ、ジミヘンドリックス、ディープパープル、ザナイスなどであった。1958年にビルヘリーのコンサートでファンが暴動を起こし、約3万マルクの被害をもたらした。市長ビリー・ブラントの元にシベルリン警察は、創造者及び素防者検索カードを導入し、 黒の革ジャケットに身を包む褐色シャツの連中まがいの不良グループに対抗した。スポーツ宮殿で講演し、なおザッパはレボリューションとすべきところをエボリューションと発音したため APO がステージから連れ出す騒ぎになった。スポーツ宮殿が以前の人気を取り戻すことはついになかった。その上、ベルリンうちの連合国占領地区の境界線からも近く、 1961年にベルリンの壁が建設されると、都心という立地条件も失い、集客範囲も大幅に狭められることになった。スポーツ宮殿後に建設されたパラセウムシェーネベルクのポツダム通り172番地にある記念名番祭事会場として、もはや経済的に立ち行かなくなったスポーツ宮殿だったが、国からの支援はなかった。このような厳しい経営環境の中、 経営者が事故で急性すると、スポーツ宮殿は1973年に売却され、同年11月13日に集合住宅建設計画のため取り壊された。支援プログラムの下で跡地に建設された社会住宅、パラセウムは、ベルリンの俗語では社会宮殿と呼ばれる。建物は10階建ての高層建築で、木材端ごとに廊下が設けられ、 ポツダム通りに沿って長く建てられた。この一直線に伸びる建築は、スポーツ宮殿の跡地からパラス通り、高層防空壕に達する。パラス通り自体にもコンクリート構造物で橋が架けられ、公共交通に妨げられずに通り抜けできるようになっている。前述の高層防空壕とは、第二次世界大戦中に建設された5階建ての建築物である。 1945年以降、何度か取り壊しが計画されたが、堅牢な構造のため実施されず、その間に内部が回収され今日でも、再び防空壕として利用可能である。この文献は翻訳元ドイツ語版に記載のものであり、日本語翻訳の際に参照していない。ありがとうございます。